ドミさん、こんにちは。今回がね、臨海線の、ステッカー貼り付けね、最後の動画になりますが、撮っていきたいと思います。今回はね、新木場寄りの10号車のね、インレター、貼って終わりになります。というわけでね、順々に行きたいと思います。まずね、例によって例のごとく、車番から貼っていきましょうかね。車番があって、号車番号を貼ってね、分解して、前面2箇所貼って、ATS 表記もね、貼っていきたいと思います。というわけで、まずね、号車番号から、号車番号で車番からいきます。よいしょ。まあ、で、ちなみにね、まあ、前回の動画で、まあ、なんつうの？バイトのいたずらに関して言ったんですけど、まあ、本当にあの時の動画で、ね、俺、付け出したかったんですけど、付け出すの忘れちゃったんでね、まあ、この動画が、まあ、ある意味、続き的な動画になるんでね、まあ、ちょっとこの動画で言っていきたいかなと思うんですけど、少しは。個人的に俺がね、やからの行動を見てね、まあ、なんだろうな。真似するかって言われたら、俺は絶対真似しないんですよ。正直に。多分ね、あの動画見てね、まあ俺結構軽蔑しないっていうような表現したんで、まあ、なんだろうな。まあ、俺結構言葉足らずなところが多々あると思うんですよ。結構なぐらいあると思うんですよ。多分誤解して、じゃあああいうことする奴らを叩えんのかって言ったら、別にそうでもないんですよ。ある意味ね、別に自分が被害被ってなきゃいいと思うんですよ。今回のくら寿司の件も、あれ、まあ、くら寿司か。くら寿司の件も別にあれがね、そのまま捨てられたとしたら別に捨てられたでいいし、まあ俺別にくら寿司行ってないんで、害被んないんでね、別にそれはそれで全然いいと思うんですよ。で、まあ別にコンビニの件も、あれ、コンビニ何やったんだっけな、一番最初。多分あれだっけ、おでんやったんだっけ。で、おでんやった後、タバコかなんかで遊んだんだっけ、面白いダンス。多分それかな、セブンイレブンの一番最初。で、その後なんかどっかのコンビニでは、なんていうの？そのバイトのなんか仲間かなんかが撮影して、キャップとか舐めてなんか袋に入れるシーンを撮ったんだっけ。だからね、別にね、俺はね、そういうことをね、批判するつもりはないんですよ。なぜなら別にやることに関してはね、その人たちの自由なんで、まあ、俺はその人たちの権利を別に阻害するっていうのはね、まあ、それはそれで別に、まあ、ご自由にどうぞっていう方の身なんですよ。まあ、かつ言ってね、ああいうやからを見てどう思うかっつったら、まあ、率直に言うとバカだなというのは本音なんですよ。ただ別に軽蔑はしないんですよ。本当に。それだけはね、まあ、ちょっと伝えたいかなと思いますね、個人的に。でもさ、動画、まあ、見たときに、本当にやっぱりね、思うのがね、あ、すげえなって思うんですよね、本当に。バーミヤンの件もさ、顔が焼けるかもしんねえっていうさ、危ない中でやったりさ、おでん口に突っ込んでさ、あれ、多分あったかいと思うんですよ。まあ、おでんツンツンってするやつがいたぐらいなんでね、多分そんなに爆発いわけじゃないと思うんですけど。そう考えるとね、本当に今の若い達ってすごいんですよね。うん、そういう意味で言うとね、やっぱり今の若い人たちって行動力っていう意味ではね、すごいと思うんですよね。まあ結構俺も行動力はすごい方なんですけど、まあ本当にね、教育委員会電話したり、結構するんでね。まあでも俺結構なんだっけ、教育委員会とかの問い合わせとかってさ、意外と低評価は食ったんですけど、批判ないんですよね。本当に俺が問い合わせ系の動画で一番批判食ったのって多分ゲーセンの動画だけなんですよ。多分ね、それ以外はね、俺、批判食らったで、覚えがないんですよ。基本的にないかな。ただ、あったのがね、横浜市のどっかの中学校かなんかで、ほら、ずいぶん前だから俺もちゃんと覚えてないんですけど、クラス替えかなんかが、自分の思う通りにならなかったって、女性教師がさ、ツイッターかなんかにそれやったら、批判してあったって。あれでなんかね、動画にしたらね、教職員が戻りに行くならどうこうってやるんですけど。教職員がね、戻すか戻さないか、俺の権限じゃなくて教育委員会なんだよねっていうのが本音です。多分、俺そういう返事したと思うんですよ、そのコメントに当時。その動画もまだあるかどうかわかんないですけど、多分、俺、一部ね、YouTube やって動画消されたことないんですよ。ただ、一部自分でね、あ、別にこの動画いらねえやと思ったやつはね、消しちゃったりしてるんで。晴れの日の着物のやつはね、皆さん、何人かの方がね、見つかりました、届きましたっていうコメントが来たんで、動画全部非公開にして、もしかしたら消しちゃったかもしれないですけど。うん。だそんな感じでね、あるんで、まあ、ただ俺は本当にすごいのはね、今のところ YouTube にね、動画のバーンだけ一度もないんですよ。広告収入バーンっていうのありますけど。本当に。まあでもチャンネルバーンよりはね、全然いいと思いますね、正直。まあ別に、そもそも俺なんかほら、YouTube やっててさ、初めて半年ぐらいかな。で、もう別にいきなり金になったんでね、結構俺良かったなと思うんですけど。
その後なぜかほら、俺チャンネル登録者数がいきなり半分減ったりさ、まあ別にいいですけど、もう別に金になってないから半分減ったところでノーダメージらしいって感じなんですよね。めちゃくちゃ開き直ると。何なんしたっけ まあそんな感じかな。まあだからね、ネットの使い方って本当慎重にならなきゃいけないんですよね。俺も結構まあ俺基本的にネットやるっつったら、まあなんだろう、今基本的に友達との連絡用に、まあ俺、このタブレットの方で LINE やったり、で、あとまあ、Facebook ちょっとやってたり、まあ、Facebook は普通に、ね、鉄道関係の、サークルっていうのかな、それ見てるだけなんであれなんですけど。あとは、まあ Twitter かな、もう Twitter しかやってないんですけど、で、俺別にインスタのアカウント持ってても、インスタマジで使ってないんですよね。全く持ってっていうぐらい使ってないんですよ。まあ本当にネットはね、怖いもんだなと思ったよね。まあ、とりあえずね、全面貼っていきましょうかね。こっからちょっと、慎重に行きたいんで、まあ、無駄話はね、置いといてって感じになると思いますけど。よいしょ。このね、両端の爪ね、外します。ちょっと見にくかったので申し訳ないですけど。まあ、前回の動画ね、ちょっといろんな意味でね、失敗しちゃったんでね、今回は失敗しないように、まあ、ちょっと頑張っていきたいかなと思うんですけど。では、まずね、この右側の部分に、付録のやつにつけていきます。ちょっと先にレンズだけ見ておこうか。ちなみに付録ってね、この白い部分ですね。これ、編成番号的なやつになってるんですよ。10の80的な。80じゃねえ、100か。あれ、80でいいのかな？どうなんだろう。俺もいまいちわかんねえ とりあえずちょっと貼ってみましょうかね。多分これで合ってると思うんでね。でね、これをね、この右下の部分に、ちょっと見にくかったんで申し訳ないですけど。このね、右下の部分に貼ります。そんで、今日はね、もうこの辺でいいかなと思ってね。それこのまま固定しちゃいます。そしたら、剥がしてみて。やべ、なんか嫌な予感がする。ああ、大丈夫か。大丈夫。じゃあ、なんか、ああ、大丈夫じゃねえ。くっついたわ。最悪、なんかくっついたっぽい。というわけなんで、くっついたの外して。そしたらね、先にね、これ、このままね、固定させちゃおう。ちょっと見えるかな、うまく。これね、ガラスのこの右の部分に、これなんか、10の80。80って何なんだろうね。いまいちそれが俺わかんねえ ちょっとね、臨界線詳しくないんでごめんなさい。80って何なんだろうね。ちなみにこの付録の番号を見ると、付録の番号を見ると77、8、90なんですよね。で、80なんですよね。これ何の数字なのかちょっと俺もちょっと勝手に分かんないんでね、申し訳ないですけど。まあ、とりあえずこれで、ちょっとまあ斜めっちゃってますけどね、これとりあえずこれでいいと思います。こんな感じでね。ただね、続いて、まあ、このね、黒い部分に、こっちのね、編成番号の方を貼っていきます。で、今回使うのはね、この一番左下の、10の100、あ、なしで70の、ね、100ってやつ貼っていきます。ちなみにこれね、この画面の部分、ここ、カーブになってるんですよ。ちょっとピン立ってないかもしれないですけど。この画面の部分が、ここ、カーブになってるんで、このカーブの部分にね、合わせて、こうやってね、貼っていきます。こんな感じかな。こんな感じでいいと思います。そんなに問題もないんで、このまま固定させちゃいましょうかね。そしたらね、とりあえずこれで、前面のやつはね、2箇所とも終わりなので、このままガラスパーツとか全部戻してあげて、このね、ライトユニットっていうか、まあライトレンズかな。これ戻してあげて、でも今回はね、
ちやぶねえ、まさかライトユニット欲しいと思わなかった。さっき抜き忘れてたんだ。したらね、このままね、位置合わせてあげて、これでね、くっつけちゃいます。そしたらね、これもう外れないんで。そしたら、今落ちたね。この、なんていうの？ライトユニットかわかんないけど、あー、やべ、取れた。このレンズがちょっと取れやすいんでね、場合によってはこれちょっと接着剤で固定っていうのもね、いいかもしんないですね。これだけちょっと。この、こっちの白い部分。これちょっとね、外れやすいんでね。これちょっとご注意ください。で、とりあえず、そしたら、戻してあげて。そうだね、今回のこの床下。これがね、結構問題なんですよね。このスカートのところにこれ2本あれがあるんで、これにね、壊さないように気をつけて戻してあげなきゃいけないんですけど。これがなかなか至難の技で。まあ、ちなみに今回はね、まあ、前回に似たやり方でいきたいと思います。まずね、ダミーカプラー、床下から外しちゃいます。よいしょ。で、これね、こうやって、やべ、ずれて引っかかっちゃった。こうやってね、先に、下くぐらしちゃってって言いたいんだけど、完全に引っかかった。まさか引っかかると思うな。これね、完全にここ通してあげたら、もう引っ張ってもね、これ抜けないんで。そしたら、ここのね、床下パーツ、これを、噛み合わせるようにはめてあげると、多分中のあれがまたずれた。たまにね、これね、下のライトユニットのレンズがずれるときあるんですよね。だからまあ、多分、あ、でも、大丈夫そうかな。これ、勢いよくバキってやるとね、なんか怖いんですよね、時たま。こんな感じでなんかずれるんですけど。多分ね、原因はね、ああ、はまってなかったのかちゃんと。ちゃんとね、ダミーカプラーはめてあげて、両端はまってるんだけど、これ抜けるとちょっと厄介なんですよね。まあ多分本当はちゃんとはめ直した方がいいと思うんですけど、あんまりスカートのここのパトンとポキッと俺折りたくないんで、個人的に。ちょっと今回ね、めんどくさいですけど、こういうやり方採用しますんで。ごめんなさいね、変なやり方ですけど。まあこれはね、人それぞれのやり方でいいと思いますね、正直。何が一番やりやすいか、まあその人その人自由で。さあね、まあとりあえずね、こんな感じでね、スカートパーツだけここに戻せたら、一応に言ったらまたね、ライトユニットのあれは抜いてるんで大丈夫ですけど、これね、あ、そう、先にこれしまなきゃダメじゃん。忘れてた。これ戻してあげて、だからライトレンズのこれ取れんの、ね、立ち悪いんだよな。これほんと接着剤で固定しようかな、一回。邪魔だから。まあ、とりあえず、このライトユニットさえ戻せれれば大丈夫なんでね。そしたらね、またね、台車はめていきたいと思います。でも、この方が、ちょっと手間かかるけどね、一番壊すリスクは低いし、安泰かなって個人的には思いますね。両端はまったら、上げて、こんな感じかな。やべ、アンテナが取れた。やべ、マジでアンテナが取れちゃった。これ後で付け直しましょうかね。こんな感じかな。別に連結器のね、浮きもないんで、大丈夫かなと思いますね、これで。あ、本当はここね、TN カプラに変えたかったんですけど、これの都合上ちょっと変えれないんでね。大丈夫ですね、ダミーカプラもちゃんときちんとはまってるっぽいんで、これで大丈夫そうですね。よいしょ。というわけでね、これでまあ一旦完成です。で、あとはね、ATS 容器2箇所貼って、アンテナこれちょっと後で取り付け直しますんでね。それで終わりになると思います。これね、アンテナパーツね、吹っ飛んだのに見つかったんですよ。ちなみにどっかに置いてあるはずなんですよ。ちょっと今、接着剤が見当たんないんで、
ちょっと見つかったらね、アンテナつけたいと思いますね。なんか、2本ともね、開けた状態でどっかに置いてるはずなんですけど、見つかんないんでね。それでも ATS 貼って終わりにしたいと思います。あ、そうだ、そうだ、あとね、号車番号の下にジャクリー号車も、あ、ジャクリー号車じゃない。あれだ。ベビーカーマークとかも貼んなきゃいけないんでね。忘れてた。ね、先に一箇所はこっち貼っちゃうか。よし、こっちか。よし、こんな感じかな。随分この銃でもずれたな。これだけ貼り直すか。気になるから、個人的に。あれ、銃にあるよね。2個ともあるから、ちょっとこれを外しちゃいましょうかね。よし、これかな。で、最後ね、こっち側の ATS 貼って、これで終わりになりますってなるはずだよ。で、車体番号貼った、もろもろ貼った、付録貼った、異常なし、OK! 終わった。今回はね、多分やり過ごしないと思いますんでね。はい、OK! はい、これでね、とりあえずね、まあ、臨界線、全部完了です。で、今ちょうど7時22分か。じゃ、ポケモンちょうど始まるから見ようかな。とりあえずね、これで多分ね、動画が3分ぐらいになったんで、火、木、金、土ぐらいまで持つかな、多分。したらね、またね、2月の下旬、川崎開催あるんで、その時はね、俺ちょっと動画の尺減るんですよ。ごめんなさいね。川崎だけはね、やっぱりね、まあ、地元でもねえんだよな、俺、横浜市民だから。まあ、一応川崎競馬はね、俺強いんで、で、多分今年の川崎競馬ってね、確か牝馬乗車なんですよ。4歳以上のエンプレス杯。でも個人的にはね、地元のゴールドパティックとか、前走モリタイトのクソなんかで勝ち上がったの、エピカリスだっけわかんないけど。エピカリスじゃねえ。なんかわかんないけど。なんか変な牝馬がいるんですよ。だそれがね、あるんで、ちょっと、川崎はね、見物なんでね。よいしょ。先にちょっとなくさないうちにね、これだけ締めておきましょうかね。あ、間違えた。こっちの袋じゃねえ。間違えて造形セットの袋。よいしょ。行こうしょ。まあ、ちなみにね、マイクレースのステッカー持ってる、もうマイクレースのステッカーっていうか、マイクレースの臨界線持ってる方だったら、これステッカーの結構理由聞くんですよ。まあ、試しにね、別に動画以外のところで貼っちゃったんですけど、うまくいくかどうか自信なかったっていうのもあったんで。まあ、ちなみに今尺がまだちょうど20分弱なんで、今19分なんですよ。まあ、ちょっとそれだけのお見せする時間なんで、ちょっと見せましょうかね。まあ、ちなみにこれこんな感じになったんですよ。まあ、マイクレースのステッカー内容がそんなに種類なかったんで、てかまあ、ガチャペンマーク持ってるんですよ、俺、マイクレースの。回遊品っていうのかな、あれ持ってるんで、あっちをね、海賊の新規売機か、川越にしちゃったんですよ、純正のやつ使って。で、こっちはね、ちょっと申し訳ないですけど、まあ、臨海線でね、我慢したいと思います。こんな感じかな、ちょっとピンターに行くんで申し訳ないですけど。こんな感じ、結構、ね、大きさ的にはね、申し分ないと思うんですよ。
多分。まあ、ちょっとシャバネチャーが、ね、低すぎるかもしれないですけど。でもね、一応説明書見たらね、この辺りがなんとなくのニュアンスだってたんですよね。まあ、ちなみにね、このドアのね、ゴムのところも、まあ、ちょっと汚いですけどね。まあ、一応色は入れましたんでね、こんな感じで。まあ、これ本当はタミヤのやつでやろうとしたんですけど、クーラーの方はね、タミヤのやつでやって、こっちに関してはね、普通に最近入ってるマルチコピックライナーだっけ？0.03 ミリ？黒使って入れましたんでね。まあ、こんな感じになってます。それぐらいかな、ご報告内容としては。まあ、一応ね、これね、後で、塗り直しだけにしたいかなと思いますね。意外とこの汚いところもあるんですね、こういうふうに。まあ、これはね、ちょっと後でやり直しますんでね。まあ、一度完成したらね、まあ、こんな感じになりましたよっていうのはね、どっかで、まあ、お見せできる機会があればね、お見せしたいかなって思いますんでね、まあ、お待ちください。というわけで、一旦ね、動画終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。